局圧力かかって要は膨らむわけじゃないですか。なんで過度の圧力かかって、うん、その圧力に耐えられなくてここの溶接が割れたってことは上タンクにもやっぱ負担はかかってるんで、うん、あとは年式が古いのもあるから上タンクはまあなんでかんで交換します、うん、こういう場合は。